借金を返済する。二つ目が貯金をする。こう最低限の貯金をすると。5、6ヶ月分の生活。で、三つ目の柱が投資。まあ、ほとんどの人の情報は、カスみたいなもんですよ。ソフトウェアエンジニアの意見がね、見れる人っていうのはすごい少ないんで、エンジニアとしてやってるね、オートメーションとか、テストとか、数値化するビッグデータとかっていう価値、見方でやってる人っていうのは、ほとんどいないと思うんで、その点がね、僕のね、強みだと思う。あと、英語で情報を得られて本とか読んだのがあるから、世界トップのミューチャルファンド、プライベートミューチャルファンドのインベストのレイダリオっていう人、知らない人もいると思うんですけど、その本とかも読んだりとかして、まあ、とはいって僕は億万長者ではないので、その道のプロではないですが、アマチュアレベルとしてはかなりのね、情報を持っていて、すごいリスクを下げた上で自動化して、自動投資をできています。I want you to show me how to get to know someone like you.Someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We can be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you to see that. Hello, 皆さん、こんにちは。ルパン三世の著者がこの頃すぐ近くに住んでいた。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。ということで今日はルパン三世とちょっとね、関係がないっちゃ関係ないんだけども、初めてのパーソナルファイナンスということで、お金の管理の仕方、貯金、借金、投資、このね、三大パーソナルファイナンスの要素をね、初めての人がいるんで、あとコメントでもね、これお願いしますっていうのがあったんで作っていきたいなと思います。初めましての人、簡単に言うと、海外移住9年10年目で、元アメリカのマイクロソフトでエンジニアとして働いた経験があって、海外大学留学カナダでして、海外カナダ永住権を取ってからのホップステップジャンプでヨーロッパに移住して今海外でソフトエンジニアをやってます。で、このね、ここまで来るにも、いろんなね、こう苦難挫折なりとか難しいチャレンジはあったんですよ。なぜこの動画を見る価値があるか。いや、こいつ誰やねんっていう人ね、いるかと思うんで、そのね、この動画の価値をね、ちょっと伝えたいなと思うんですけども、まあ、僕は高校卒業後に2年間派遣で働いて300万ぐらい貯めて、で、あとね、借金を自分で800万ぐらい背負って、で、大学卒業後に2年間で800万全額返済しましたと。で、今、年収1000万ぐらい超えてるところで、投資をね、今ちょうど始めたところでガンガン行ってね、まあ、月じゃなくて、まあ、年 10% 目指しているところで、まあ、今、全然いい感じなんですけども、そういうところで、パーソナルファイナンス、借金、貯金、投資の全てに対して、まあ、自分でやってきたってのもあるし、パーソナルファイナンスは自分のパッションであり、本とかもいろいろね、すごい読んで、まあ、トップのね、本とか読んでるんで、やっぱり、その辺のうじゃうじゃいる半分以上のファイナンシャルプランナーよりも、全然説得力はあると思うし、まあ、投資はね、90% 以上の人はね、続かないんで、そういう意味で続いてる僕からのね、意見というのは多少言葉の重みがあるかと思います。ということで、ちょっと長くなりましたが、本題、知らなかったじゃ済まされないパーソナルファイナンスの基本を喋りたいんですけども、まあ、3つ柱があってね、1つ目のパーソナルファイナンスの柱というのは借金を返済する。で、2つ目が貯金をする。こう最低限の貯金をすると、5、6ヶ月分の生活。で、三つ目の柱が投資というふうになります。で、これ、大きいね、三つの柱をね、今ちょっと紹介したところで、一つ目の借金について喋りたいと思います。で、これ、いろんな形の借金があると思うんですけども、例えば、学生ローン、僕みたいに学生ローンとかね、あとは人から借りたお金、あとはクレジットカードのリボ払いしちゃってる人、これいけないんですけどね。あとは、まあ一般的なで言えば、家のローン、車のローン、運がありますじゃないですか。で、こういう借金、これ全部借金のカテゴリーに入ります。クレジットカードもそうだし、闇金融も当然入るけども、まあ、闇金融しちゃダメですよっていうね。まあまあまあ、それはいいとして、この借金を払うまでは投資はしちゃいけませんっていうのが大前提なんです。で、これ、他の YouTube で、全額返済、借金するのはいけませんみたいなことをちょっと今日ちらっと見たんだけども、それはほとんどの人にとっては間違いです。借金を返済するまでは投資はするべきではありませんと。なぜかというと投資はリスクがあって、例えば 5%、10%、年 5%、10% のリターンを見積もってる上で借金をして投資をしちゃうと、失敗した時に借金返せなくなってしまうんですよね。で、ほとんどの人は最初言ったように 90% の人はミューチュアルファンドとかね、
投資のインベスターは年 10% こう投資でいうインデックスファンド、ね、SP500 みたいなのは年利でいうと大体 8% ぐらいなんだけど、これを継続的に超えられる投資家は 10% 以下なんですよ、10年とかって長期的に見たら。ってことは一般人である僕とかね、あなたが借金をしてそれをね投資に回すっていうのはまず言語道断なんですよ、リスクがあるから。でそれをリスクの考え方っていうのもまた違うんで、まあそれは投資のところで言おうと思うんですけど、まあその借金に関しては基本的には借金を全額で速攻で返すということが一番大事になります。なぜかというと銀行とかクレジットカードとかね、あの家のローンっていうのはあの人たちはお金を貸すことで利率を高くして儲けてるんですね。利率年 3% とか 10% とか、クレジットカードだと年 17% とかクソ高いんで、それをすることでお金を儲けてます。ってことはそのできるだけあの返済期間を短くすることでその利率に対する利子に対する払うお金を減らすことができる。それだけ自分のお金をキープできるということで、なのであの家のローンとか車のローンはできるだけ毎月払う額の倍額を払うことをお勧めします。なぜなら倍額払うことで返済期間を半分に縮めることができるんですね。あとはまあできるだけ家のローンとかも頭金をできるだけ多めに払う、キャッシュでできるだけ払うことで返済する額を短くすると、ローンで返済する額を短くするということになります。でまあ借金についてはね簡単にちょっと喋ったんで、次貯金、二つ目の柱の貯金、これはあのイマージェンシーファンド、緊急ファンドみたいので半年分ぐらいの生活費を貯金しておきましょうと、キャッシュでね銀行の口座に置いておきましょうと、まあ大体60万から80万ぐらい貯めておきたいですね。あのこれはでこれはあの借金の返済が終わってからのステップです。じゃあ今あのイマージェンシーファンド60万から80万ぐらい貯められました、もう借金はゼロです、貯金もありますと、あのもし仕事を失ったとか、例えば重要なね、例えば事故に遭った時のためのイマージェンシーファンド60万貯めました。じゃあ最後のね3つ目のステップで出るのが投資になります。でこの投資非常に難しいです。なぜかというと、もういろんなねこう騙したい人とか、あのハイリスクハイリターンなね投資ではなくてもうギャンブルになってしまっているようなね、もうお金を早く稼ぎたい人みたいなね、あの一夜でお金儲けたいみたいな、そういうのがもう人間の感情を惑わすというか、これがまあ人間の心理なんですけども、これは日本から世界中でそういうね、あのスキャマーとかいます。で、初心者であればあるほど感情的になってお金を出しちゃって、で、ハイリスクなところに投資しちゃって負けて、あーってなると。で、これは投資じゃありませんと。なので、投資ということに関して一番最初に知りなきゃいけないのは、あの有名なウォーレン・バフェットって知ってますよね。あの投資家。ウォーレン・バフェットも言っていたけれども、ファイトクラブって映画がブラッド・ピットのあったと思うんですけども、ファイトクラブの一つ目の、ルールは、ファイトの話をしないと。で、二つ目のルールは、一つ目のルール守る。みたいな単純なあれで、ウォーレン・バフェットのルールの投資のルールは、一つ目は、お金を失わないこと。で、二つ目のルールは、一つ目のルールを遵守すること。簡単ですよね。でも、これ、守るのすごい難しいです。投資イコール、リスクを理解しないと投資じゃないんですね。こう、リスクを分かってない人は、投資ではなくてギャンブルなんです。感情で動いている。ということで、投資するというのは、イコール、リスクというものを完全に理解する。で、これ、リスクを本当に理解している人は本当に少ないです。でリスクの定義はあのすごいいい本とか読んだ中で、ね、僕が信じているリスクというのはもし仮に、ね、投資したお金全額失っても感情的に左右されませんっていうレベルのこの距離感、これが完全にリスクを受け入れた状態です、メンタル的に。だからもし負けて投資額失って、あクソって思ってる時はあなたリスク管理ができてませんでしたよ、リスクを受け入れてませんでしたよってところでなんですよ。で僕が投資してる、ね、金額すべてあのリスク管理を行った上でこう収入の何パーセントを投資に入れて、でその 投資したそのポートフォリオみたいなのを自分で作ってね、やっぱりエンジニアなんでオートメーション、あのオートメートして自動化してバックテストとかもかなりするんですよ。テスト何十年とかね、何千トレードとか
こういろんなパターンを組み合わせてできるだけリスクを下げる。それをやった上で最大のリスクを見積もり出すことができるんですよ、ビッグデータと。でその最大のリスクを過去10年とかの値でブレますけれども、その最低レベルをこれでいいって自分が分かった上で僕の場合は投資をしています。なので全て数値化できてるんですよね、ある程度で。まあ自動化してるんで僕は触りませんし、僕がやることといったら基本的には毎月ね、こう月収が入ってきて、その 70% とか 80% とかをね、僕の場合、今の場合はもう全て投資のバケットに入れていると、もう送金をしているというだけで、あとはあの決まった、例えば投資の場合は決まったインデックスファンドを買うとかボンドを買うと、そのぐらいで、あの売ったりもしませんし、自分でね、例えば FX あの自動化してやってるんですけども、あの自分ではトレードしませんし、基本的に寝てる間にトレードしてみたいな感じで、僕は感情的に関わりありません。まあそれがね、僕の合っている投資なんですけども、まあ投資に関して言うと、リスクをあの理解しなければ投資ではありませんよと。で、リスクどれだけ何パーセントって数値化できないリスク、いろいろあるじゃないですか。例えばリアルエステートとかね、家とかマンションとかフリップするとかね、Airbnb の。あれはめちゃめちゃリスクが高いんですよ。なぜかというと、バックテストができないんですよね。過去のマーケットのデータがないから、その地域によっても違うし、あの、株も一緒。株もストックもバックテストができないんですよね。会社がなくなったら終わりなんで。だから難しいです。だから僕は株とかもやらないしっていう意味で、まあいろいろね、投資に関してはね、もういろんなことが喋れるんですけども、まあ今この、ね、あの、初めてのパーソナルファイナンスの入門編として3つのね、あの借金、貯金、投資の柱をね、喋ってみましたと。なので、投資をしたいと思ったらあなたがいるかもしれませんが、もしあなたが借金がある場合は投資をしているわけではありません。すぐに借金を全額返しという話になります。もし投資をしたいというあなたがいたら、もうリスクに関して徹底的に学ばないと、あのリスク管理をしないと、もしね、あの負けた場合にあなたがこう心がこう揺らいじゃって、その感情が揺らいじゃった時に起こした行動でみんな大体ね、大金額を失うっていうパターンになってるんで、そういうことを避けるためにも自分の教養が大事です。まあそれはかなり時間かかることなので、この動画ではここで終わりにしたいなと思います。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画良かったりね、パーソナルファイナンスとか投資とか、あの貯金とかね、これに関して興味があれば、もっとコメント、ライク、ぜひぜひお願いします。じゃあ、I'll see you guys next time. Bye bye. あざっす。まあということで、ちょっとオフショットなんですけど、まあ、あれっすよ。ほとんどの人借金抱えているんだよね。家のローンなり、車のローンなり。で、まあ、できるだけやっぱりミニマリストの自分からすると、借金も良くないですよね。うん。まあ、家に関してはまず買う、買わないところで、買うって人はもうそういう人生なんですけども、僕はなるだけ買いたくないというか、今ミニマリストなんで、車も買いたくないです。お荷物になっちゃうね。もし買うとなったら現金一括で買います。300とか400万ぐらいのローンはしません。だそれぐらいのお金の管理ができてから所有するべきだなと思います、僕は。そういう大きい金額は。で、最後、投資に関してなんですけども、まあ、投資に関しては、もういろんな情報が集まっていて、ほとんどのあれは信用できないですよね。で、僕もね、投資のね、フィールド、もう、かれこれ10年以上いるんですけども、まあ、小さい額で最初やって、今ちょうどね、大きい金額でようやくできるようになったんですけども、まあ、ほとんどの人の情報は、あの、カスみたいなもんですよ。まあ、僕みたいにソフトウェアエンジニアの意見がね、見れる人っていうのはすごい少ないんで、エンジニアとしてやってるね、オートメーションとか、テストとか、数値化するビッグデータとかっていう価値、見方でやってる人っていうのは、ほとんどいないと思うんで、その点がね、僕のね、強みだと思います。やっぱり、このリダイ、ソフトウェアとか、プログラムをすることできるんで、そうやって僕やってるんで、あと、ポートフォリオの作成とかっていうのも、バックテストすることもできて、まあ、あと、英語で情報を得られて本とか読んだのがあるから、世界トップのミューチュアルファンド、プライベートミューチュアルファンドのインベストが、レイ・ダリオっていう人、知らない人もいると思うんですけど、その本とかも読んだりとかして、まあ、一人もね、ほとんど、普通の一般の人よりも相当の知識はあるかと思います。まあ、とはいって僕は億万長者ではないので、その道のプロではないですが、アマチュアレベルとしてはかなりのね、情報を持っていて、すごいリスクを下げた上で自動化して、自動投資をできています。
ということで、もしね、興味があれば、そのね、コメントもいただいていいんですけども、将来的にはね、投資のね、動画とコースをね、オンラインコースを出そうかなと、将来的には思ってます。まあ、ということで、今日の動画、ここで終わりにしたいなと思うんで、一つお願いなんですけども、サブスクライブとライクとコメント、できればよろしくお願いします。まあ、時間かけて作ってるんでね、コメントとかライクしてくれることで、YouTube のアルゴリズムにいいように言って、よりね、他の人に見てもらえて、そうするとね、より、広告収入とかも入ってきて、それが、ね、自分の時間の報酬にもなるんで、そういう意味でちょっとお願いできたなと思います。ということで、I will see you guys next time. Bye bye.